の机の周り回ってました僕は。いなかったね、あなたは。いました、いました。ちょっといたかな、ファッション人狼は。いや、ダニいいっすよね。あ、ダニって言うんだ。カニ、カニって言ってます。いや、すいません、僕あのダニって名前つけて可愛がってるんで。お願いします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 。集まりましょう、集まりましょう。集まるやつだ。7、8、9、10、今だ。ちょっとアドミン最強。シュッ。うわ、一発でね、いったんですね、これ。黄色オレンジ茶。黄色オレンジ茶。出てただけ、マジでいいね。え、はい、なんか砂ザメさんが、はい、砂ザメさんがエレクトリカルの、奥で死んでました。はい、はい、僕に言い訳を言わなきゃいけない人がいると思うんですけど、寺里さんに何かいいこと言いたがらあるやつは怒ってるぞ、寺里さんが。怖い怖い怖い。誰だ。はい、ウツボさんは O2 から出てきました。パスワード入力しなかった理由を教えてください。え、パスワード入力しました。怖い。いやでも、え、 O2 ですよね。え、 O2 ギリギリでしたよ。 O2 右止めたの僕です。あ、ただなんか僕たち、僕とプテハシさんが2人で近づいてったんですよ、 O2 に、うんうん、で僕とプテハシさんが着く時に、あ、やばい、もうこれ解除しないとって感じで解除した感はちょっとあったかなみたいなのは。僕その時確かコミュニケーションズにいて、最速で解除はしました。いや、してなかったっすね。解除はしたっていうのは嘘ですね。いや、してました。いや、してないですね。いや、してましたよ。っていうのはどういう根拠があって、寺戸さんはグチツボさんをその要素で疑ってます。とりあえず今は死体の話をしたいかなと思うんですけど。いや、その前にこれだけは絶対に言います。アドミンで2人、やってるのを確認し、僕は O2 に行きました。残り10秒ぐらいで、はい、グチツボさんが O2 の方からウェポンに上がっていきました。 O2 はまだ解除されていませんでした。最後僕がパスワードをギリギリで入力し解除しました。え、寺戸さんが解除した。いや、僕は、え、僕が止めましたよ。え、グチツボさんが解除したよ。ん、透明これっていうのはどういうことだ。どっちか嘘ついてます。いや、寺戸さん嘘ですよ。いや、グチツボさんが直して出てきたの見てるから。僕が解除したのを、グチツボが直したのは見て、で、そこに O2 に寺戸さんいませんでしたね。いなかったよ。いたよ、俺。いないいないいない。グチツボが両老ってことか。え、いやいや、違う、グチツボさんもいるから。いや、これ寺戸さん3人でしたよ。見えないかもしれない。え、怖い。俺たちの話をしてるんですか。見てます。ごめんなさい、寺戸さん僕のこと見てる。どうでもいい、正直。一回スキップスキップスキップ、これスキップ、一回スキップします。死体の話もしてないですけど、僕視点では一郎が完全に見えてるって感じなので、うん、O2 って右側が最後に治ってない状態でしたよね、はいはい、右側が治ってなかったです。ったで、僕が治したのは2人見てくれてると思うんで。こんにちは。こんにちは。ちょっと喋るタイミング難しいな。どのタイミングで乗るかが怖いっていう、ね。またなんかトリッピー、また見るときにしてナイスって言ってましたけど、トリッピーは実況者だな、なんか、うん、対象値分からんけど、
あ、ちなみに透明バグはないっすね。寺戸さんは見えてるから、はい、しょぼすけさん、愚痴つぼさん、僕視点では寺戸さんめちゃくちゃ嘘ついてるし、意味ない嘘ついてるなって感じですね。そうですね、意味ないんだよ。何かの勘違いがあったのかなと思うんですけど、なんかそんな嘘をつくメリットを感じない場面だ。そう、なんで、そうだから勘違いなのか、わかりました。僕が嘘をついてるっていう人の立場からでも、僕が嘘をついてないっていう人の立場からでも、愚痴つぼさんはインポスターです。愚痴つぼさん視点は僕がインポスターということになります。僕の勘違いがない限り、ここに一郎いるので両方釣ってください。いや、まあ別にこれは構わないですけど、プラの最後の話をしましょうか。なんか両方釣ってもらったら、さすが、さっきの発見は誰ですか？あ、伊藤さんです、はい、いいよ。そんなの僕が発見しまして、砂ザメさんがエレクトリカルノックで死んでました。で、死体発見前の状況的には、まず僕アドミン見てまして、あ、アドミン見る前に下の酸素直したの義足なんですよ。ああ、そうだね。で、取り見てました。そうそう、うん、で、その後アドミン確認して、で、エレクトリカに影が一つ、あとリアクターにも影が一つ。あ、ありました、間違いない。多分だけどリアクターは先端さんだと思います。だと思います。で、まあ一応確認し、最初にエレクトリカ確認しに行ったら砂爪さんが亡くなってたって感じで。なるほど。あの、義足さんとそのついていってから、トリッピー同じようについていったから、義足さんのセリフは絶対にない。ないそうだけど。目線もトリッピーはなんかずっと後ろからついてきてたと思うんで、多分ないと思う。浮くんじゃない、はいはい。僕視点は、僕とプテアスさんはもう完全ライン繋がっちゃってるんですけど、マジで2人で行動してたんで、最後の方は。まあそうですね、そこ2人で動いてるのは見ました。まあ、正直最後の方だから、まあしょぼすけさんがそのリアクター治ったタイミングっていました？先端は生きてた？いたと思います。リアクター治ったタイミングで先端さんがリアクターに出てくるのは僕記憶にありますね。ああ、なんかそうだ、僕なんかそうだね。え、先端さんがリアクターを出たところまで見てたの、しょぼさんは？僕は先端さんリアクター出てこうとしてるの見てた気がするけど、待ってる、でも出てない。自分最後まで先端さんが、投票しましょう。とりあえず投票しますか。ローラしてほしいので僕に投票します。いやおお、じゃあ寺戸さんと意外と強いぞ。それはさん入れるか、後でいろいろ考えよう。ミスとかスキップ入れました。サイクル打ちで置いとけば、これやばいんじゃないか。そのなんか黒になる理由がよく分かってない。釣っちゃったから、どっちでも確実に武士さんがインポストなんです。はい、なるほど。さすがにやばいと思うけどな、今の。ローラ、え、確実にだって愚痴つぼさんじゃないの？まあ、なんでこんなに食い違ってんのか正直あんまりよく分かってないっていう。俺視点でもしかして全然違う風に見えちゃってる。多分っていうか、なんかラグとか本当にミスとかもあるから、死体から洗った方が良かったんじゃないかなと思うけど。怖え。多分アリバイ洗ったらもう普通に釣り対象の人はいたはずだから。意味わかんねえな、それ。そうだ、え、それ何だったんですか、あれは。何だったんだろう、一体。あんまりそれしかないよな、でも。だって、はい、ダブルキルを、ん？ダブルキルだよな、これ。あ、ダブルキル。テラゾーさんと、タラコさんと、プテハシさんだ。あ、で、僕が遅れていったら、ボスナと、ショボスケさん。はい。が、はい、ダブルキルしておりました。声聞こえた。聞こえた。え、愚痴つぼさんは違うの？義足さん、これ違う。あー、割っちまったな。え、待って、今ちょっと待って、そういうことか。残ってるの誰だ？なんだ、あの2人、僕ボタンの方にいたんで見えてないっす。え、あとね、あと義足さん、しょぼすけさんギリギリまでカフェテリアいたけど、うん、あれ、あ、ギリギリじゃないけどちょっと後かな。いや、僕がカフェテリアのトリッピーさん見ましたよ。愚痴つぼさんですよね。いや、愚痴つぼカフェテリアいなかったね。残ってました、僕は。あ、愚痴つぼさんいなかったね、あなたは。残ってました。視界の外かもしれないですけど。なんだこれ。じゃあどこにいたか言ってみろよ、カフェテリアの。カフェテリアの机の周り回ってました、僕は。いなかったね、あなたは。いました。ちょっとファッション人狼は。トリッピーがちょっと言ってくれないと、ちょっと、ボスナーは絶対見たんだけど。うん、もう一人、しょぼすけさんが、しょぼすけさんは絶対最後までいた。でも、たぶん、愚痴つぼさんは、よく言ってる。だから、ここは絶対に、まず、義足さん、嘘ついてるんで、ここは義足さん、釣るしかないです。いや、義足さんは、そうまあ、でも、今回は、寺蔵さんが言ってたから、愚痴つぼさんでしょ。いや、でも、義足さんが白だったら、ここ2、2で終わっちゃいますよ。え、義足さんさ、とりあえず、ボスナーさんで、僕は今、まだ、義足さんが、いや、ちょっと、
俺義足さん中中でもまあまあまあ分かったね。もうグッズいやまあでもショボスケは嘘ついてるんでもう僕はショボスケに、あ、じゃあグッズも入れました。僕はグッズも入れます。なんでそうなんだよ。入れるしかない。僕はもう嘘ついてるって言ってくれたら僕がカフェテリアで持ってました。あのね、いい義足さん、ショボスケさんは残ってた。でも最後の方には行ったかもしれないけど、それよりは多分確実できる位置じゃないと思う。確実に行ったもん。僕はエレクトリカル、なぜそうなんだ。リアクターが結構時間続いてじゃないですか。え、これもしかしたらリアクターで終わっちゃうぞって思ったから、うん、多分そんな感じで行った感じはする。あ、それで焦っていきました。あ、で、あと一人の人狼ボスナです。俺、え、寺蔵さん、さっきの話、マジっすか？あれ、本当だったんだ。どういうことなんすか？僕も分かってないです、あの、最初のやつ。誰も多分分かってない、今は。ちょっと、いや、マジで俺にはそう見えてしまっていて。後で録画見るわ。え、寺蔵さんが直したって言ってましたけど、はい。自分視点では、O2 にしょぼすけさんと向かうと、ぐちつぼさんがいて、ぐちつぼさんが直してくれて、バンジキュースで、寺蔵さんはいなかったっすよ。なんでだよ、実際グッズさんは直したんですか？あ、直しました、直しました。どういうクイズ、うん、トリッピーさんが食うてました。はい、あ、僕はもうボスナがさっきのリアクターでキルしてるの見てるので。いや、あれ俺じゃないよ。いや、ボスナは間違いなく見たんで。まあ、うん、じゃあ僕はボスナさんだと思います。うん、今酸素の部屋にそもそも義足いなかったので、あ、いや、義足ボスナさんだと思うじゃない。じゃあ俺は義足さんに入れました。はい、でしょ、義足さんやろ。義足さんに入れます。オッケー。あー、ボスナさんごめんなさい。あー、きついよ。これはきつかった。きついよ。いやー、お疲れ様でした。すいません。お疲れ様でした。ボスナさん、すいません。いや、もうあれはしかないですわ。わかんない。見られてたしね。食うしかなかった。いや、なんかね、僕視点だとどう考えてもグッチツボさんがウェポンの方に向かって俺一人で O2 を直したような形に見えたんですけど、他の人から僕が直してるようには見えてなかったということで、いやー、ラグかな、ね、なんラグなのかな。あれでも最初にその10人はみんな各々確認したんだよね。いや、あの透明バグとかじゃなかったっすね。うん、なんだったんだ。寺蔵さん視点では寺蔵さんが直したんですか？今のバグだった。オーツにいました。いや、単純に寺蔵さんを見えてないバグが誰かに起こってたのかな。僕といや、でも結構ちゃんとやってから、うん、ラグじゃない、一番ラグだと思いますけどね。ラグか、そんな理由で黒塗りしてしまって、すいませんでした。いやいや、もうバグ、多分バグだと思う。まあ、これで実際グジツモさんが黒だったっていう、実際黒だったんで、もうすごい。まあまあまあ、いやいや、あれでも結構やばい、やばかったけど、なんか見てて、やばい。寺蔵がイカれてると思った方はすいません、僕は。俺マジでグツボしか見てなかったんだよな。どうしたんだと思って。怖かった。マジ帰ろうことだったから。マジ帰ろうことだったよ。しょぼすけさんとぐちつぼさん、ちょっと間違えてすいませんでした。あ、そう、あれね、義足さんが言ったらね、俺、超混乱した。ちょっとそうね、なんか僕が気になったのが、もう僕、スイッチエンジンつけるしかねえと思って、もう一気に、ちょっと炎上として、急に声を出しました。単純に気がつく。壁ティメン、確かに絶対2人残ってたの分かってたんですけど、そのトリッピーはもううんこでもう特徴的だったんで分かったんです。あ、俺うんこで思いました。ちょっと一瞬トイレ行ってきます。すいません、うんこして。うんこかい。あ、でも自分もちょっとトイレ行ってきます。はい、グチツボさん、あの治った後ウェポンの方に行くときに僕とすれ違いました、もしかして。あれ、そうでしたっけ。あのもう直してちょっと直してからウェポンの方に行ったんですよね。そうですね。ってことは多分僕視点で O2 がまだ治ってないバグなのかな。あ、なのかな。みんなは治ってるけど俺のオスは治らなかったんですよ。残り1秒ぐらいで僕が解除したように見えてる。逆に寺澤さんの証言がなかったら僕視点だとかなりグッツボがなんか直前に来てやっとやべ、小川も直さないとって感じで直したように見えたんで、でも本当に最速で来ましたよ。動画見たんですけど、あの寺澤さんはやっぱりいなくて、ただ今回のマッチっていうか今のやつタスク終わってんのにタスクが出ちゃってたりしたから、もしかしたらなんかそうなるかもしれない。いや、それは関係ないですね。あの多分あれでしょ、アッパートロアでしょ、それは違う、あ、かな、アッパートロアだと思います。それはまあなんかよくあります、よくあるバグ。
って何だったんだろう今のは。寺戸さんいなかったしね、そもそも今見返してたけど、やっぱり藤野さんが直してた。何だろう、ピンが高いとかあるのか、何だったんだろう今のは。まあ、にしても視聴者もグツボが直してましたって。にしても寺戸さん1対3を覆そうとしてたから。どういう、多分誰かが勘違いしてるんだろうなと思って。ああ、何なんだと思って、てか面白かった。アーカイブ見てもどう見てもそうだ。あ、そうなんだ。いやでも実際インポスターだったからめっちゃ焦りましたね本当に。いやインポスターですって言われても、要は寺戸さん視点はもう O2 でもう勝利目前だったけど、ギリギリ俺が直したぜ、危ねえぜ、あいつが犯人だっていう視点だったってことですね。っていうか、なんか今回の試合はなんか総じて全然ラストバトルじゃないのに、あの何 O2 とかリアクターキルがリアクター勝ちを狙ってましたね、なんかインポスターが。うん、さっきのリアクターダブルもそうですよね。いやもうグチスゴさんが釣られそうだったから。そうですね、僕もクラッチ紛れに一人持ってこうかなって。そうだから、それに合わせて俺もキルして、あれやらん方が良かったんかな。俺でも一人だったらどっちにしろ辛くない、 あの人数で。それにしたってゲーム破壊行為だったんで申し訳ないですな。お待たせしました、ラグ、ね、お待たせしました。はい、はい、まあまあまあラグは仕方ないですね。仕方ないです本当に、まあ、何が起きてたか分かんなかっただけなんで、うん、まあたまにそういうのが起きちゃうのはまあしょうがない、ね、ちょっと一回部屋立て直しておきますか。了解です。はい。いやなんかでもみんなパッションがすごくて面白かった最後。いやもう最後のもうお互いいろいろ疑いやの、やばかったなあれ、ね、スリーチがもう定まらない。全然ボスナさんの話ない。もうボスナさんがもう確実だから、ボスナさんから釣ればいいのに、なんか変なところでバトってて面白かったの。ボスナさんの話全く出てこんからな。そう、僕の話全然出てこないから。そう、俺やったわってやったぜ、なんかずっと O2 の話してから、なんでだよってなって。